はい、ポンチです。今回メディア論第2弾ということで話をします。第1弾はポストタモリは誰なのかという、ちょっとね、社会派ネタというか、社会医学ですね、一つのそういうのをやりました。で、それに関連して、前後半と他にも付随した似たようなテーマの動画がその後にも続いています。何本か出てるので。でね、今回ね、今まではそういうテレビとか、既存メディアのメイン MC とは一体何なのかみたいな話をしましたね。で、今度は YouTube 側、こちらにちょっとスポットを当てたいということで、今回のテーマですね。なぜ YouTuber は辛い焼きそばを食べたのかっていう。これペヤングの極激辛ですね。これもう本当におなじみだと思います。で、これを食べている YouTuber っていうのはもう、この2、3年の通過儀礼みたいになってますね。猫も杓子もこれをやってるという。で、この問題に対して、私も一料理研究家であり、一 YouTuber として、一過言あると。で、このね、激辛ペヤングの極激辛のファイナルっていうのが、2022年3月ですね。今年、だからもう半年ぐらい経ったんでしょうか。出て、で、こういうのももう落ち着いたわけですよね。で、そのタイミングで、ぼちぼち、総括していいんじゃないかっていう。何この時流に全く乗らないこのポンチチャンネルですけども。一段落ついたのでそろそろ話してもいいかなと。で、これについての解説をします。で、そこでまず一つ目ですね。まずこの辛さって一体何なのっていう話を最初にします。その次に、それを猫も杓子も動画にするのは一体なぜっていう、この二つの問題について、私今から解説いたします。でね、これもう一段落ついてるから、現在も販売中なんですよ。これ私手に入れたぐらいなんで。でも周りのスーパーとかコンビニでは全く売ってなかったですね。全然売ってないし。でね、唯一、手に入ったのが、このジャーマンポテト味っていうね。ああ、じゃあもうこれしかないわ、もうしょうがないわと思って、ね、もう激辛食べなくていいみたいな感じで、とりあえずドンキホーテだけには行こうと思ってドンキ行ったんですよ。そしたら二つちゃんと売ってて、激辛マックス持ってましたけど、売って上がるんですよ。ね、それ買ってきてね、今からこれ食わなしゃあないじゃないですか。食べたことありますよ、僕も。これ結構ね、いくつか食べてます、これ。さすがにこの、YouTuber みたいなことは僕はしたくないんで、動画にはしてないですけど、普通に、多分、極激辛ファイナルも食べましたし、その前の印象残ってるのは、極激辛を食べましたね、これ多分。で、極激辛カレー味。これも食べたの覚えてますね。あと、激辛味と、普通のペヤングのハーフ&ハーフとかね。そんなも食べたことありますけど。これどっち食うかな？こっち食うか。この、極激辛ニンニク味っていうのは僕まだ食べたことないんで、食べましょうか、これね。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食は十分ご注意ください。そら、売ってる以上ね、食うなとは言えないですもんね。ペヤングって前からこうなんでしたっけ？こういう発泡スチロールじゃなくて、もっとプラスチックのね、なんか、二重になったやつだったと思うんですけど。3分？ちょっとタイマー持ってくるの忘れましたけど。いや、それでね、一番意味がわからんかったのはですね、中川翔子たんですね。翔子たんの YouTube チャンネルで、泣きながら翔子たんが、でも、チャンネル登録者100万人達成したいから、私頑張るみたいなことを言うて、もう無理やり食うてるんですよ。もう鼻水ずるずる言わして、うわーもう、ドロドロになりながらね。でね、その、激辛ペヤング食うたらなんで100万人登録者達成なんやと。翔子さん今、ほぼ100万人達成してて、今90万人超えぐらいかな？すごい勢いではあるんですけど、100万人達成したいからっていう、そんななんかこう、辛い焼きそば食うっていう最もベタなことして、なんでっていう。そこのつながりはよくわかんないじゃないですか。で、この YouTuber っていうのは作り手側なので、皆さんわかってやってます。つまり明確な狙いがあるんですよ。で、一方で、見てる側は、
なんでそれを見ちゃうのかっていうことですね。そのことについてどこまで視聴者が自覚してるのかっていう、そこが私非常に気になりますね。そこを今回は掘り下げます。まずね、この激辛ペヤング自体の話を少ししますね。で、激辛焼きそばっていうのが2012年2月に出てます。普通の赤いやつですね。まあ、10年前ですよ。10年以上前。で、そこに、もっともっと激辛マックス焼きそばっていうのが2017年11月に出てるんですね。ですので、この間はちょっと、数年の時間がありますね。で、この激辛マックス焼きそばっていうのが通常の激辛の2倍の辛さと。で、激辛マックスエンド焼きそばっていうのが2018年8月に出てます。これが激辛マックスの2倍。で、極激辛焼きそばですね。これですね。これが2020年の2月に出てます。これが激辛マックスエンドの3倍ですね。で、極激辛カレーっていうのが2021年、それから極激辛担々麵が2021年5月、それから今食べようとしている、極激辛ニンニクが2021年の8月にポンポンポンと出てると。で、ピヤング極激辛ファイナルっていうのが2022年3月、でこれが極激辛の2倍の辛さということで、初代の激辛に比べたら24倍の辛さになってます。ちょっともうね、時間来たんで、私は関西人なんでペヤングよりも UFO 派ですけどね。これなんか色薄いですね。なんかね、ペペロンチーノみたいな感じだと聞いております。はい、あれ好きですね。塩カルビ、札幌一番のあの山陽の、山陽食品の塩カルビ焼きそばが私すごい好きですけどね。あれをいつも研究室で食うてたら先輩に、ポンチ君はなんでいつもソースかけないのって言われてましたけどね。塩やいね。今手についちゃったんですけどね、せっかく手袋してたんだけど。だから、その、浦安鉄筋家族とか見てたら、出てくるわけですよ、そのペヤングのこの白い箱がね。昔の CM でペヤングっていうのがあるなっていうのは、うん。なんかわかめラーメンとかね。そういうのの CM あったからね。なんやと思ってましたけどね。まさか、自分の YouTube チャンネルで激辛ペヤング食うとはね。いただきまーす。これ全然美味しそうですよ。もう全然こう白いし、ソースがちゃんと絡んでるとこ行こうかこれね。全然いけるんでしょ、こんな。ヨーグルトはうまいな。ちょっと本当にタイム。いやー本当ね。美味しいですよ。とっても美味しいですね。ただとっても辛いですね。これ本当に食べたことあるんですよ。食べきりましたけど、過去のやつ全部。確かにもう、ズルズルだったし、そのね、鼻水も汗もダラダラだし、あの辛さがね、ある限界超えると、寒気が起こるんですよね。これ何なんでしょうね。本当に辛い時は、あの、水、今、まあお茶飲みましたけど、まあ水とかお茶ってあんま良くないんですって。やっぱこういうので、カプサイシンのね、この刺激をブロックしないとダメなんで、水に溶けるとより反応が進むというか。
ペペロンチーノ風で美味しいです。美味しいっていうのはわかるけども、そこにこうグサ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 とこう刺さってくる。でもね、このペヤングの激辛焼きそばのすごいところっていうのは、辛いんだけども、その辛さの奥にある味がちゃんとわかるっていう、そういう設計になってるところがすごいですよね。っていうところは褒めときますね。で、こっからまあ、社会学ですよ。メディア論ですよ。食った後ね、まあリアクション取るっていうところは計算見てたんですけど、お面とこのコスチュームで、残りできんのかって話だっけ。なんとか落ち着きました。はい。ですからまあ、その、2012年に出た激辛焼きそばがですよ。10年後の2022年に、そのファイナルっていうものまで至ったわけですよ。で、辛さにしたら24倍まで持ってったと。で、これ以上辛くするつもりはありませんっていうふうに、ペヤングの方も、そのマルカ食品も言ってるらしくて。でね、これ、要するに、どういうことかっていうと、その商品化できる辛さの上限っていうのが、これで決まったっていうことですね。これは、ちゃんとした日本の一流メーカーがそう言ってんだから、これ基準にしていいでしょうね。これが上限ですと。要するに、これ以上は食品として適さないと。日本人的にあかんよっていうことを、メーカー側はもう言ってるわけですね。これはね、興味深いですね。で、一般論として解説すると、その激辛ジャンルっていうのは、ね、辛いものを食べるっていうのが昔からありますけど、ある程度の辛さを超えると、口からの辛さの感じ方っていうのは、違いがなくなります。要するに24倍までいったと。じゃあ次50倍、100倍ってやったら、これの2倍、4倍って辛みを感じるのかっていうと、あるところでさちっちゃうんですよね。もうそれ以上、辛さっていうものの感じ方に違いがもうほとんどなくなってくると。要するにまあこれ、調味料食ってるみたいなもんですからね。はい。で、この、激辛ジャンルで、どれだけ辛いもの食べられるか選手権みたいなんて、結構その担々麺とかね、激辛ラーメンが有名なお店とか、あと激辛カレーのお店とかで、歴代チャンピオンみたいなのやってるようなお店があって、で、それに挑戦してる記録保持者の後輩がいて、で、彼に聞くと、やっぱそうだと。だから一定以上になると、別に辛いとか辛くないっていう問題じゃねえと。辛さはもう一緒なんだけども、どれぐらい胃の中にカプサイシンを入れることができるかっていう、そういうスポーツに途中から変わるっていうふうに言ってましたね。要するに辛みの成分っていうのはカプサイシンなんで、それを大量に胃に入れると受け付けなくなる。普通の人間はもう吐くとか、あとはまあ自律神経おかしくなって、救急車で運ばれる。胃痙攣みたいなことがなると。いうことですね。だからまあ、本当にご注意くださいって書いてあるのはそういう理由ですね。これやっぱ痛みなんですよ。味覚としては完全に痛みです。はい。未来で感じてる刺激ではないと。そうなると、口からの刺激っていうのはどっかで頭打ちになって、で今度胃とか腸とかっていう話になってきますね。はい。そうなるともう本当に素人目からすると、全くもって不毛な戦いですと。調味料の無駄遣いですと。で、辛さは痛覚ですと。で、この辺のね、カプサイシンの話っていうのは、私は食チャンネルの方で、ハーブペッパーの回っていうのをやってますんで、そちらをご参考にしてください。まだ辛いんですよ。ちょっとまだ。ちょっとね、今回やばいのを選んだかもしれないですね。だってこの色ですよ。そんな辛そうな匂いもしてないし、美味しそうな匂いしてるんですよ。で、色これですからね。多分、辛さはこれと一緒でしょうね。あれやね。だから、これでクマ倒せますよ、クマ。クマ除けのスプレーみたいなもんね。これ持って、で、ここ、クマ来たら、わーってやったら、クマが逃げていくと。月のマグマだと、これでいいでしょうね。北海道なんかの山系重装するときとかは、ファイナルの方はね、持ってってこう。二つぐらい持って、バーってやらないと、ヒグマの方が体でかいですからね。どこまで喋ったっけ？で、でね、なぜ辛いものが存在するのかっていう、そういう植物の中にね、カプサイシンっていう。で、これは、実は鳥に種を運ばせるためです。唐辛子とか、そういうものっていうのは、鳥との共生関係なんですよ。で、鳥って辛いもの平気なんで、あいつらガンガン食うんですよね。で、哺乳類と鳥とか、あともっとその、脊椎動物と虫とかって全然食べ物違いますから、あと、犬とか猫とかって結構食べさせちゃいけないもの多いでしょ？ネギとか食わしちゃダメだし、
結構ね、人間っていろんなもん食えるんですよ、そういう意味では。いろんな他の生物にとって毒なものでも、結構食べてるんですね。で、まあ、子供が嫌いっていうぐらいですから、辛いもんっていうのは、人間にとっても決してその仲のいいもんでは本来ないんだけども、鳥が食べるための、鳥を選抜するための化学物質だった辛味成分、カプサイシンっていうのが、なんで人間がこんなに調味料として取り込んでるかっていうと、これは人間の脳が発達してるからです。アホだったらこれ、ああ、辛って言っても、これは二度と食べないって言って終わっちゃうんだけども、脳が発達しすぎて、でも別にお腹壊してないよねと。これはこれで食えるよねとかいう話になってくると、この辛味が逆に他の哺乳類は食べないわけだから、自分は食べられるっていう、こういうインセンティブに変わるんですよ。で、頭の中でそうなってくると、この刺激が逆に病みつきになるっていう、こういうことが起こります。強い刺激と、プラス背後に美味しさがあるでしょ。これ SM みたいなもんで、ね。めっちゃ鞭で叩いて、で、まあ、エロいことを言われると。ね。性的に興奮すると。で、あれなんでそんな変態になってるかっていうと、めっちゃ痛いと、めっちゃエロいっていうのを組み合わせる。そうすると、変態さんっていうのは頭の中でさらに変換しますから、変態っていうのはまあ、脳が発達しすぎてるんでしょうね。めっちゃ痛いの痛いを、この痛いを忘れて、めっちゃエロいってこう引っ付けちゃうわけですよ。もっとひどい趣味に、めっちゃ臭いとか。で、そこに美味しいっていうのを引っ付けると、ね。で、その臭いを忘れるわけだ。そしたらめっちゃ美味しいになっちゃうんですよ。こういう動機づけっていうかね。こういう関連づけをしちゃうっていう。それが起こってるのはこの辛いものの正体ですね。で、こういうことは、実はチンパンジーとかゴリラとかそういうものにもあるそうです。最初すごい嫌がるんだけども、あるところで学習して克服しちゃうと、病みつきになるっていう。納豆とかもそうですよね。最初僕納豆食べた時になんじゃこれと思いましたけど、2度3度と食べてると癖になるし、チーズなんかもそうですね。腐って、なんだこれって思うんです。タンパク質の発酵した匂いだから、アンモニア臭がしてこれくっせーと思うんだけど、そこで頭の中が、これは旨味成分なんだなっていうことで、克服すると今度病みつきになるっていうことが起こります。だから適度にこういうものを利用するのはわかります。ただ、その刺激を過度に誇張してる人っていうのは、やっぱりちょっとさっき僕が言ったみたいな SM チックな変態なのか。ちょっとそこはありますね。ただ SM の世界だと、それは隠しますよね。隠すのに、さっき言ったみたいに、辛いもの選手権とか言ってチャンピオンとかって言って、自慢する人いるんですよね。俺はもっと辛いもの食えるぜって言って。で、お腹壊してまで、その辛さに挑戦して、俺はもう5辛できます、みたいな。あのマウントは一体何なんでしょうね。私からすると、あれは、大人ぶっているっていうことなのか、ハンディキャップ理論なのか、あと他に特技がない人なのか、もしくは味覚音痴だと思いますね。だからこれあんまり俺競うっていうのは、そのスポーツのジャンルに乗っからない人間からしたら、バカじゃないのってのはちょっと思いますけど。でも YouTuber はやるわけですね。辛いの平気だ自慢をしてるわけでもないでしょ。さっき僕が言ったみたいな、ハンディキャップだったり、マウント取ったりっていうような人たちではないんですよ。YouTuber はこれ食べる理由としてはね。で、彼らはリアクション芸としてやってるので、辛さアピールなんですよ。辛いっていうことをうわーって言うから、なので、先ほど申した蒸気のようなタイプの激辛フードファイターに当てはまらないです。原則。たまに激辛フードファイターみたいな人で、これを大量に食べるみたいなことに気力にチャレンジするっていう人は出てきますね。それは大食いの人と同じように、一つのスポーツですよね。そういうアスリートっていう人は出てくるでしょう。でもそうじゃないでしょ。多くの YouTuber がこれ食べてギャーって言ってるのはね。じゃあなんでっていう話です。で、これはね、また例の、岡田斗司夫が出てくるんですけど、令和の現代社会において、岡田斗司夫の言うところの、今ホワイト社会なんですよ。すなわち、パワハラ、モラハラ、風評被害、炎上リスク、そういったものに、超敏感な世の中です、今。だから、毒舌っていうのが封印されている社会なんですよ。で、かつてのブラック社会って言ったら、まあ言い過ぎですけど、体育会系の上位、形とかね。あと根性論。パワハラって言ったものが横行していたっていうところがあります。で、テレビなんかでも、毒舌ブームっていうものがありましたね。これはまあ、つい最近までの話ですよ。ここ数年前まではそうだったのに。例えば、有吉松子は怒り浸透から、かりそめ天国へとなり。
で、この前ポストタモリの時に話をしましたけども、イカれる親父も、解決熟女も、死に耐えてますね。今や唯一の、まあ、ガーシーさんもチャンネルをバンされてるというような状況ですね。で、この超ホワイト社会っていうものでは、まあ、毒舌が言えないわけですよ。それはこういう個人的な YouTube チャンネルであっても、毒舌、ネガティブ発言っていうのは非常に注意しなきゃいけないということなんですね。で、しかもその、割と直接人に対してね、個人攻撃するんだったら、もちろんそういうのは良くないよっていうのはあると思うんですよ。好感度っていう問題も出ますんで。ただ、もっとマイルドなジャンルに対しても、こういうね、食とかそういう一般的なものに対しても、ネガティブな発言っていうのは、意に嫌われるっていうことになってます。つまり、アンチがうわーっと来るというね。しかもその、まずいっていう、共通認識があったとしても、ネガティブ発言としてまずいって酷評することっていうのは、まあ言えなくなってるっていう、そういう時代ですね。これがどこまで続くのか私わかりませんが、こういうまあ食品とか、あと映画作品みたいなのも、どんどん創作物に対する、まあ緩いネタに対しても、批判的な発言っていうのは炎上されるか、まあミュートされる、無視されるかどっちかなんですよね。とか良いことが何もないんですよ。YouTuber にとって。しかしながら、本能としてね、人の本能として、ネガティブなダークサイドっていうのをどこかで爆発させるっていう、そういうコンテンツは必要です。それは YouTube においてもそうでしょうね。それがまあ宇宙の調和ですよ、言ってみれば。ホワイト社会もあれば、ブラックの社会もあるわけですね。この世界のバランスは今崩れているわけです。でそこで唯一の解決策っていうのが、この、ペヤングの激辛焼きそばだったんですよ。ほんまかっていう話ですけど。ピヤングから提供されたんですよ。その解決策は。これどういうことかというと、ピヤングは地獄の辛さなわけでしょ？こんなエンマさんがいるぐらい地獄の辛さですって言ってて、もう食べるのご注意くださいまで書いてるわけですよ。公言してると。で、こうなられると、YouTuber は大手を振って、うわ、辛い！いやー！こんな食えない！とか言っていいんですよ。これ公式に言っていいんです。で、こんなね、数少ないネガティブ発言していい食材なんてないんですよ、他に。しかもタイムリーだし。そういう食品ですね。だからそれに、でも、食品なんで一応ね。食品に対しては不適切な発言っていうのはできないです。こんなん食えたもんじゃないってもうバーンって掘ったりとかね。フィグマの頭に投げつけたりとかそういうことはできないです。できないけど、思う存分、うわーって、うわーって、ネガティブリアクションが取れるっていうことですね。そういう祭りになっちゃうよっていう。逆に言うとここしかないってことですよ。だからみんな必死でやるっていう。で、これ見てる視聴者も食べたいかどうかは別として、コンビニで売ってますし、スーパーでも見かけるわけで、だからまあ共有できるってことですよ。ネタとして。で、しかも、まあ自分が食べる前に、安全圏から、これ苦しんでいる有名人、演者たちを見て、楽しめるっていう、そういうコンテンツですね。結構その、昔のいじめを助長するような、肉体派のリアクション芸っていうのはもうだいぶ批判されてますけど、本人が好きで食ってるもんですから、これはね、非常にこうチューニングとしてバッチリですね。今の時代にとってみればね。はい。で、あとは演者としてはハイテンション選手権みたいな感じでこう踊ってればいいわけで、実に巧みなガス抜き戦術っていうのを、ピアングがね、要するに食品会社が取ってきたっていうところは私興味深いと思いますね。つまり社会のホワイト化に対する弁当、ガス抜きとしてこれを持ってきたっていうところが、ははーと思いますね。ペヤング戦略のうまさってそこですね。で、テクニカルな話をもう少しすると、このトレンド入りしているトピックスっていうのに、他の YouTuber たちもこう、巻かれていく、長いものに巻かれていくような形で、同じような内容の動画を追随させていくっていう、こういう必要があるんですよ。これが、YouTube のアルゴリズム的な戦略の鍵なんですよ。つまり、やんなきゃいけないんですよ。流行があったり、トレンドがあったら、やんなきゃいけないんですよ。地球グミが流行ってるって言ったら、その地球グミ食べますって言って、やんなきゃいけないんです。タピオカミルクティーも飲まなきゃいけないし、最近だったらなんだろうね。知らんけど、地球グミとか高いもんね、あんなね。自作しますみたいなことを、いち早くやってもいいんだけど、コンティーチャンネルだから、このタイミングでは一切追随してないですから。何やってんのっていう感じ。これは宿命なんですよ。トレンドに追随するのは。これは美学の問題ではないです。しかもこれは、大物 YouTuber ね、ヒカキンさんとか、
はじめ社長とか、ああいう、こう、ああいう人が最初にドーンってやるわけですけど、底辺 YouTuber もそれと同じフォーマットでやっていくという。これは強者にとっても弱者にとっても両方乗っかっていくっていうのはメリットがあることなんですよね。で、ただもう、その激辛ペヤングっていうのはもうファイナルが出ちゃったんで、ね、出た後も、絡み落としてるぐらいですから。今後の期待っていうのはもう、辛い焼きそばっていうのはちょっと期待薄ですね。次の手っていうのがなかなかなくなってくるし、この辛い焼きそばを食べるブームっていうのは、もうこれで一旦、一段落しちゃうと。で、辛いの前には、さっきちょっと言いましたけど、臭いっていうのがあったんですね。臭いブームっていうのは昔ありました。わかりやすいところで言うと、臭屋とか、あと、豆腐用とか、あの、臭豆腐ってやつですか？あと、シュールストレーミングス。ノルウェーかスウェーデンの、ニシンの発酵させた缶詰ですね。パンパンになってるやつね。あれはどれぐらい臭いのかみたいな。で、辛いブームっていうのは、まあ、ハバネロとか、ブートジョロキアとか、そういうのが出てきたあたりで、これが、ブームの最後ですね。本当にファイナルを飾っちゃったっていうことなんで、まあ消費され尽くしたとは思います。でもっと言えば、大食いっていうのも、この系統ですね。そんなたくさん食べるんだっていう、苦しいことにあえてチャレンジしてるっていう意味では、講義においては似たようなところあります。やっぱ見た目のインパクトだし、適量っていうものを考えてないっていう、リミッター外す行為としてやってますよね。ですから次のこの、激辛ペヤングに代わる、公式にひどい食品っていうもの、これの開発がですね、期待されるということです。これは社会的に期待されてるっていうことですね。以上です。これ今日の俺の晩ご飯や。むしろこっちが晩ご飯ですね。